おはようございます。みっちゃんねるです。今日は、練習生の女の子が歯医者さんでマウスピースを作るということで、ちょっと追っかけてみたいと思います。下丸子から、徒歩30秒ぐらいのところにある神岡歯科というところで、マウスピースを作るんですけれど、ここの、院長先生は、RK 蒲田の練習生で、撮影もしてもいいということなので、ちょっと中まで入って、追っかけてみたいと思います。22です。1ヶ月ちょっと本格的にやっていきたいかな。作り方暇になった時に、なんかボクシングとかやりたいなって思ってて、ボクシングをフェデに来てみたら、体験してみたらって言われて、お父さんとおじいちゃんが格闘技すごい好きで、ずっと見てたんですよ。フェデ自由だなと思って勝手に始めました。給食あります？迷う。今私の頭は2択です。2択？青か黄色。青か黄色いや、私が普段好きな色は青なんですね。じゃあ青です。わかりました。青でしょ。はい。入れてみましょう。神岡先生、ありがとうございました。神岡歯科ではボクシングだけでなく、キック総合などの格闘技用のマウスピースを作成しています。値段は15,000円です。概要欄に詳細を貼っておきますので、よかったらご覧ください。いける？はい、スタート。
ャンネル登録お願いします。